ミュージカル屋根の上のバイオリン弾きって何？1964年初演、3242回の記録的大ロングランを記録したブロードウェイミュージカル。19世紀末から20世紀初頭の帝政ロシア時代のアナテフカ村というユダヤ人コミュニティで生きる人々の生活を描きつつ、愛、金、家族、思想、信念といった普遍的なテーマを持つ作品です。ブロードウェイではトニー賞ミュージカル部門の最優秀作品賞、脚本賞、作曲賞など7部門を獲得。ちなみに振り付けはウエストサイドストーリーのジェローム・ロビンスでした。日本では1967年、改装が終わって現在の帝国劇場の姿になった翌年に、当時の新作初演としては異例の2ヶ月ロングランで上演されました。そうだったのか、その1。おお、ブロードウェイでも日本でも初演当時は大人気というわけではなかったそうです。特に日本の場合はミュージカルというジャンルさえあまり浸透していませんでした。初演から8年後の1975年に主演の森重久彌さんから全国ツアーが提案され、戦後最大の巡業と呼ばれる20都市以上の公演を行い、徐々に作品が認知されていったそうです。ちなみに屋根の上のバイオリン弾き歴代キャストで検索するとなかなかすごい顔ぶれが出てきます。なるほど。本編行く前に予習。アナテフカってどこ？ロシアのすぐ西に位置するウクライナの郊外の村という設定です。原作の牛乳やテビエを書いたショーレム・アレイヘムというユダヤ人が住んでいたのもこのウクライナでした。ユダヤ人はどんな状況？とても悲惨でした。というのもその頃ロシア帝国は革命の脅威にさらされていたので、政府は市民の反感をユダヤ人に向けさせて矛先をかわそうとしていたらしいんです。ロシアでのユダヤ人迫害行為はポグロムと呼ばれ、破壊行為などの他にユダヤ人が居住する場所を強制的に決めたり、職業も限定的なもの、屠殺業やなめし革業など衛生環境があまり良くないものとか、大工や仕立て屋といった重労働低賃金の仕事しか許しませんでした。ざっくり人物紹介。主人公は牛乳屋テビエ、その奥さんゴールで、娘5人のうち物語に大きく関わる3人は長女ツァイテル、次女ホーデル、三女チャバ。この3人の旦那になるのが仕立て屋のモーテル、学生のパーチック、ロシア人のフョートカ、あと仲人業のおばさんイェンテ、肉屋のラザール、その元奥さんコ・フルマセーラ、テビエと幼なじみのロシア人巡査部長、司祭様と呼ばれるユダヤの指導者ラビ。これぐらいに絞っておきます。さあ本編スタート。しきたりどんちょーアップ。屋根の上で男が奏でるバイオリンのソロと主人公テビエのセリフからスタートします。あ、そう、テビエがバイオリニストなわけではありません。俺たちはみんな屋根の上のバイオリン弾きみたいなもんだ。屋根から落ちて首を折らないように気をつけながら愉快に生きようとしてる。どうしてそんな危険なところに住んでるかって、そりゃアナテフカがふるさとだからだ。どうやってバランスをとってるかって、まあ一言で言うとしきたりだ。ミュージカルを見たことがない方もしきたりしきたりしきたりというフレーズだけは聞いたことがあるんじゃないでしょうか。アナテフカ村の住人が厳しい現実の中でユダヤの伝統を守って生きている様が歌われます。服の着方、眠り方、食事の仕方、これらはユダヤの戒律で決まっているし、お父さんは養う人、お母さんは家を守る人と決まっている。それがしきたり。あとはこのアナテフカにはロシア人がいること、そして彼らとはできるだけいさかいを起こさないように努めていることなどが紹介されます。そうだったのか、その2。屋根の上のバイオリン弾きというタイトルはユダヤ人に伝わる孤児から来ています。昔々ローマ皇帝ネロによるユダヤ人大虐殺があった時は、逃げ惑う群衆の中で一人の男がユダヤ教の教えに従って心の平静を保とうと屋根の上でバイオリンを弾いていたという言い伝えがあるんです。ユダヤ人の不屈の魂の象徴といった感じでしょうか。有名な画家のシャガールも19世紀後半にロシアの強制居住地区で生まれたユダヤ人ですが、屋根の上のバイオリン弾きというタイトルの絵を何枚か制作しています。よかったら検索してみてね。検索しています。さて、安息日の支度をしているテビエ家に仲人をやっているイェンテおばさんがやってきて、長女サイテルに縁談を持ちかけます。候補の相手は
肉屋ラザール。フルマセーラという奥さんに先立たれたお金持ちの人なんですが、なんでもサイテルに惚れちゃったらしいんです。ただネックなのはラザールがテビエよりも年上なこと。一方のサイテルはまだ二十歳にもなっていません。テビエは初め渋りますが、いやーでもこれで貧乏から抜け出せるかーと思い直して承諾してしまいます。いや娘には聞かないんかい。そう、こういうことの決定権がお父さんにあるのもしきたりです。ところでナコードのイェンテおばさんにもポリシーがあるんですよ。結婚によってユダヤの子孫をたくさん増やして、一族の希望をさらなる未来につなげたくてやっているんです。ただの世話焼きおばさんじゃありません、多分ね。ところでテビエは牛乳屋なわけですが、これは副業だそうです。土地を所有できないユダヤ人は農業だけではやっていけないですからね。重労働の合間、テビエは神に向かって愚痴ります。もし俺が金持ちだったら、こんなに苦労して働かないで済みますよね。金持ちだったら町のど真ん中に1ダースもの部屋がある家を建てて、庭では鶏や七面鳥を飼って、金持ちだったら女房も丸々太って余裕で召使いに指示ができる。金持ちだったら教会でお祈りする時間もできる。賢い人たちと何時間でも議論ができる。金持ちだったらねえ神様。新時代徐々に到来。さてある日、他の村でユダヤ人が強制退去させられたらしいという噂に人々が怯えているところに、キエフからパーチックという学生がやってきます。そしてやってきていきなり持論をぶちまけます。ユダヤの閉鎖的な村の中だけで生きてたら時代に乗り遅れるぞとか、ユダヤの昔ながらのしきたりを守ってるのはここぐらいなもんだぞとか、俺たちの力で貧富の差をなくそうとか。おお、どうしたどうしたどうした、お前暑いじゃん。でもテビエはそのインテリが気に入って、娘たちの家庭教師になってもらうことにしました。ここからアナテフカ村は一気にブレイクスルーの嵐。しきたりが地盤だった村に新風が吹いたことで、このユダヤ人コミュニティが大きく動いていきます。娘のブレイクスルー三段攻撃パート1。少女サイテルには以前から秘密の恋人がいました。仕立て屋のモーテ、貧乏な装飾系男子です。サイテルはテビエからラザールとの縁談の話を聞かされると、肉屋なんかと結婚しない、取り消して、と泣いて頼み、恋人モーテルも男気を総動員してテビエに直訴します。サイテルと付き合ってるのは僕です、娘さんを僕にください。モーテル頑張った。テビエは絶対権を持つお父さんですが、元はといえばマイホームパパ。娘の幸せを願わないわけにはいきません。悩みに悩んで、ついに二人の結婚に OK を出します。となると次の課題は、娘が金持ちと結婚できると喜んでいた妻のゴールデを納得させること。この妻、めちゃくちゃ強いっていうか怖くて、テビエは普段から頭が上がらないんです。どうしたらゴールデをうまく説得できるかなと考えた末、テビエは、夢でお告げがあったんだという嘘をつきます。うわぁ、どうしたのあなた、夢を見たんだよ。あら、夢占いしてあげようか。どんな夢？サイテルが肉屋と結婚したら、肉屋の死んだ元妻のフルマセーラから呪われるぞって言われたんだよ。え、何それ、そんなことある？いや本当だってば。めっちゃ白塗りのお化けみたいなフルマセーラに夢の中で追いかけられて、いやマジ怖かったもん。あらそう、それは確かに怖いわ。でもね、でもね、仕立て屋のモーテルとなら結婚してもいいんだって。はぁ、モーテル、仕立て屋の、いきなり何言うとんの。だって夢で言われたんだもん。モーテル、でもまあ夢のお告げならそうするしかないか。よし、じゃあモーテルで作戦成功。ということで、サイテルとモーテルは無事に結婚式を挙げます。ここボトルダンスという、頭の上に瓶を乗せて踊る有名なシーンがありますね。瓶に細工がしてあるわけではないので、落とさないように踊らなきゃいけない俳優さん、さぞ緊張するでしょうね。これもユダヤ人たちがコミュニティの中でバランスを取りながら生きているということを象徴的に見せているんだそうです。さてしかし、婚礼の最中にロシアの巡査部長たちがやってきて、結婚式をめちゃくちゃにしてしまいます。人暴れすることがもはやユダヤ人迫害のノルマなんです。テビエとは窮地の中である巡査部長にとっては、この迫害行為がとても辛いんですが、キエフの偉い人たちの命令で仕方なくやっています。辛いよね、中間管理職。娘のブレイクスルー三段攻撃パート2。テビエ家の家庭教師パーチックは、娘たちに旧約聖書とかを教えてるうちに、次女のホーデルと恋に落ちます。
キエフでは古いしきたりはもう破られ始めてるんだよ。例えば男女が手に手を取って一緒に踊ったりするんだ。ほら君も。え？僕と一緒に踊ろうよ。さすがシティボーイ、誘うの上手。ホーデルはパーチックと踊ってツン落ちます。ちなみにパーチックはこの後サイテルの結婚式でもしきたりを破ってホーデルを踊りに誘います。本来参列者の席は男女に分かれていて、その間には柵まであるんですが、彼はそんなのひょいっと乗り越えて誘っちゃうんですね。さすがシティボーイ、誘うの上手。キエフの黒船パーチック、アナデフカに文明開化をもたらしました。そしてホーデルたち、ついに親の承諾なしで婚約してしまいます。テビエはしきたり破りを事後報告されてもちろん怒るんですが、やっぱり娘の幸せを願うマイホームパパ、結局はまた許してあげます。いいねコンサバ父ちゃん、日に日に丸くなってるね。丸。しかしホーデルと結婚したパーチックは革命軍に参加すべくキエフに戻るんですが、そこで政府軍に逮捕されシベリアに流刑になってしまいます。ホーデルは彼を支えるためテビエに別れを告げて極寒のシベリアへと旅立ちます。そうだったのか。その3。おい、テビエさんのセリフは神との対話が本当に多いです。これはこの頃のユダヤ人がかなり影響を受けていたハシディズムという思想によるものです。ハシディズムというのは自らの内なる神の声に耳を傾けようという考え方です。ナムアミダブツって言えば極楽に行けるぜ、みんなで唱えようみたいなのに似てて、宗教を難しい学問として扱うんではなくて精神的な部分を大事に考えていこうみたいな考えです。そうするとどうなるかというと、学術的思考の代わりに人間的思考が増えてくるんですね。つまり人間味が増すということです。テビエのセリフに神との対話が多いのも、それがちょっとユーモラスなのも、こういったユダヤの思想ハシディズムがあるからと言えるかもしれません。少し日本語が難しかったですね。娘のブレイクスルー三段攻撃パート3。三女のチャバはロシア人の青年たちに絡まれているところを別のロシア人青年フィオとかに助けられます。二人でハイネの話なんかしちゃってなんかいい感じ。チャバは彼の知的で誠実な人柄に惹かれていきます。そしてやはり父ちゃんに結婚の許可を求めるんですが、さすがにテビエは反対します。異教徒だし、自分たちを抑圧してるロシア人だし、ダメ絶対。さあ三女はどうするか、駆け落ちしてしまいました。ロシア正教会でシャバはヒョウトカと結婚式を挙げてしまいます。シャバは愛を選び、テビエはしきたりを選んだんです。ただテビエもそれなりに変化はしてきてたんです。今までは自分の妻を愛してるかなんか考えたこともなくて、というのもテビエとゴールでは結婚式当日に初めましてだったので、でも改めて愛してるかなってふと考えるんですね。で今更なんだけど奥さんと愛を確かめ合います。ここにも黒船来航しましたね。黒船来航。さらばアナテフカ。そうこうしているうちにある日巡査部長が訪れてロシア皇帝からのお触れを提示します。それは3日以内にアナテフカを去るようにという命令でした。はあ、ついに来た。アナテフカは悲嘆と混乱に陥ります。常日頃から困った時は指導者ラビの教えを請う村人たち、この時もラビの周りに集まって救いの言葉をもらおうとします。ラビよ、私たちはずっと救世主を待ち続けてきました。今こそ救世主はそのお姿を表してくださってもいいのではないでしょうか。嘆くな。これは神が我々に与えた大きな一つの試練。またどこか別の場所へ行って救世主を待ち続けよう。さあみんな荷造りをしなさい。信頼しているラビがこう言うならば、もうその通りにするしかありません。村人は荷造りや掃除をするためにそれぞれの家へと戻ります。そうだったのか。その4。ラビって何？誰？司祭と訳されることが多いですが、厳密には宗教的指導者であり学者でもあるという感じです。指導者といっても政治的権力を持つのではなくて、地域の宗教的な行事を取り仕切ったりする人です。あとユダヤの律法、つまり神から与えられた契約の言葉が刻まれた旧約聖書を学者の立場から解説してくれる人なので、先生と訳されることもあります。地域密着型マルチリーダー、それがラビです。マルチリーダーかっこいい。
荷造りを終えたアナテフカの村人はシャローム、心に平安をという別れの言葉を交わしてチリジリになっていきます。親戚を頼る人や聖地エルサレムを目指す人、自由の国アメリカへと渡る人、うちはシカゴに行くんだとか具体的な地名とかが出てきます。あ、シカゴかって急に現実味が出ますよね。てかミュージカルシカゴってこっから20年後ぐらいの話だから、あれ下手したら被ってんじゃない？しきたりーからのオーデンゼッデンジェーン。ピョートカと結婚した三女チャバもポーランドに移住すると言ってテビエの家に別れの挨拶に来ました。かたくなにチャバとは口をきかないテビエでしたが、最後の最後にゴールデを返してつぶやきます。神のご加護を。もうね、ユダヤ人は紀元前600年ぐらいからずーっと流浪の民なんです。何度も権力者から離散させられて安住の地を求めて流浪して、その間ずっと救世主を待ち続けているんです。2500年間、今もずっとです。我々はその歴史の延長上にリアルタイムに生きているわけです。そしてラストシーン、テビエたちもわずかな家財道具を持って村を出ていきます。物語の冒頭と同じメロディーをバイオリン弾きが奏でる中で鈍調が降りていきます。アンテン